ニメやアニメ。めっちゃアニメや。すげえ。え、でもなんか絵が。絵はなんかめっちゃ買い取る感あるね。あ、え、かわいい。かわいいっていうのもあれやけど。流れ着いた。うわ、一気に。うわ、すげえ。一気にジオラマ感が半端なくなった。かわいい。かわいい。あ、発見される。すごいね。さっきの絵からなんか一気に世界観変わったやん。超二等身やし。あ、ここからのタイトル?ですか。はい、来たー。ヨッシーの卵みたいじゃない?ゼルダの伝説、夢を見る島。はい、ということで、今回からこれをやっていきたいと思います。一応ね、このゼルダの伝説、夢を見る島は、リメイク版になるよね。ゲームボーイ?ゲームボーイとゲームボーイカラーやったんかな?かなんかであったと思うんやけど、ちなみに私は昔一応やったことはあるけど、まあ私なんで、記憶にはほぼ残ってないです。なんとなくキャラクターの名前とかがわかるかなーぐらいで、あとのストーリーとか大して覚えてないっていうね。なんかこれノーマルモードと辛口モードあるよ。ハートが一切出てこない上級者向け絶対無理やん、ノーマルで行こう。通常設定、名前入力。これはアユナで行くやろ。はい、オッケー。アユナで、行きます。お、目が覚めた。ちなみにこれ、主人公の名前は、物語の途中とかで変えることはできんらしいけん、しっかり考えてつけた方が、いいと思います。あ、気がついたのね。よかった。マリンちゃん。もうダメかと思った。怖い夢を見ていたみたい。ひどくうなされていたよ。え、ゼルダ?違うわ。私はマリン。意識がはっきりしてないのね。家の中にあのでっかい南国の木みたいに入ってたらびっくりする。ここはコホリント島よ。よ。あれなんやろう。ねえ、ちょっと、これ。これこれ。めっちゃ気にならん。何かを置けそうな台座だ。パックンフラワーと書いてある。もしかしてアミーボとか?え?違うのかな?ちょっとわからんけど、なんかアミーボ対応してるとかじゃない?道に沿って南に歩けばあなたが流れ着いた浜辺よ。ただあなたが島に来てから怪物たちがこの辺りにもうろうろするようになったの。マジで?めっちゃ嫌な感じやん。だってこれ言い方的にもね、お前が来たせいでこの島に平和がなくなったんだけど、みたいな。あ、すごいね。なんか、周りの写真とかもはっきり見えるやん。気をつけていってね。どうも。どうも。やあ、いいな。起きたらか?オラはタリン。気分はどうだ?ん?どうして名前がわかるのか不思議だってか?持ち物に名前が書い、本当に縦の裏に書いてある名前を見てだよ。ほら、この縦だ。おー、縦が戻ってきた。R を押してる間敵を弾けるよ。R ね。オッケーオッケー。周りのものとか結構調べれるんかな。あ、ここにも台座あるやん。ちょ、調べさせて。何かを置けそうな台座だ。クリボーと書いてある。え、多分さ、パックンフラワーとクリボーのアミーボーパックンフラワー、まあ、のアミーボあるんかな?か、なんか、読み込んだら、家具となって登場するんやないに違うかな?え?てい、人の炭素を勝手に、そんなことどこで覚えただ?ドラクエで覚えました。てい、って言われた。あのキノコとかくれないの?タリンってさ、なんか昔もっとマリオっぽくなかった?顔。私の記憶的に。あれは?ツボ。重くて持ち上げられない。力が足りないようだ。
あれかな、グローブとかいるってことかな。おお、すごーい。メーベの村。キツネ、キツネ、キツネ。よ。あれ。コーン、コーン、コーン、かきっけコーン。なんかこれ昔もらんかった？なんかあったよね。何かしら。こちらからは読めない。どの方向からでも読めるようにしといてよ。この先釣り堀。メーベの村か。コッコやコッコ。あ、持てるのか。あ、これ釣り堀。どうも。釣りはどうかね？ 10 ルピーだよ。私今お金持ってないよ。ゼロだよ。結構です。もっと情熱を持たないとダメだよ。怒られた。お、なんか。ね、あれなんか動いてない？あ、敵か。敵や。こんなところからも敵が見える。マジか。この辺なんかいけるんやね。いけんかったわ。いけんかったわ。で、なんか風緑。空飛ぶ鶏、ここに眠る。眠る？お墓？全然びくともしない。なぜ持ち上げようと思ったよ。あ、そっか、草とかは抜けるんやっけ。抜けんやん。草も抜けんとか、どんだけの握力なん、ちょっと終わっとるよ。あ、村の道具屋さん。しかしね、あ、めっちゃあれやん。何？大阪の、何やったっけ？なんとかさん。なんとかさん。いらっしゃい。欲しい品物はここへ持ってきてください。ちゃんとこれね、ん？ここ二つなんか売れとるよ。何やったっけ？なんとかさん。もう全然名前が思い浮かばねえや。違いを持ちたいんじゃなくって。あれよね、草むらとか、剣で切ったら、多分ルピーとか出てくるんやろうけど、今のところ、盾しかないんよね。かわいい。なんかめっちゃかわいいんやけど、え？めっちゃあれやん。ね、子沢山すぎてやばくない？だって右二つが夫婦のベッドで、後の四つが、五人子供おるってこと？だって今抱いとる赤ちゃん、こっちの多分赤ちゃん用ベッドやろ？やばあっしが四つ子の親父、そのパパあるって言うっすよ。いずれ山で遭難するっすよ。その時は頼むっすよ。なんで最初からそんな、予言をしてるの。すごいね、あれ。帽子もちゃんと、四つ子、四人分ちゃんとあるし、周りの家族の絵とか、な、この右端にあるやつ。家族の絵とか、これ見て！これ多分床に落書きしとるやろ。やば。大変やね、四つ子。同じ顔が四つもあると、私でも迷っちゃうよ。ところでこの子がヨッシーの人形を欲しがってね。村のゲーム屋にあるんだけど、難しくて取れないんだよ。お金さえくれれば。え、これも台座やん。え、なんか人ん家にいっぱい飾っていけるってこと？何かを置けそうな台座だ。サンボと書いてある。サンボ？サンボってなんだ？サンボ？何サンボって。あれ？そういえばこれなんか私めっちゃ普通に読みよってけど、あれよね、さっきの、タリンとマリンの家のやつも、何やった？パックンフラワーとクリボーやったよね。なんかあれですか？全然ゼルダじゃなくて、マリオのキャラクター？あ、これ四つ子の一人やね、きっと。後の子たちは？リトライは最後にセーブしたところから再開だよ。ただダンジョンだと入り口からやり直したんだって。入り口から、辛い。でも、おいら子供だから、何のことやらさっぱりわかんないや。こんなメタ発言しておいて。おぉ、周りめっちゃ敵おる。お。東、ウクク草原、ずっと東、動物村。アバウトすぎるぞ。でも南の方、
って言ってるね、なんか。あ、南の方に行ったら、あの、流れ着いた海岸にたどり着くんやっけ。え、そうでしたよね。キツネはな、あ、キツネ2匹おる。マジで。1匹だけじゃないんや。いやー、やめて、食べないで。ワンワンや、ワンワン。ちょ、待って、はい。ちょ、入らせてください。どうも、うわ、家の中にも、ちっちゃいワンワンが。ほうほうほう、うちのワンワン、毛並みが自慢出ますね、よっほ。ワンワン、毛生えてます？全然そんな風に見えないんだけど、あ、ここにも台座。てか、みんな家の植物でかくないどした？南国やけん育ちがいいんかな。何か置けそうな台座だ。ワンワンと書いてある。ここはワンワンなんやね。なんかそのまんまって感じ。後ろに写真立て飾ってあったけど。なんか、マダムニャンニャンと、ワンワンたちの写真が。こっちでもちっこいのおったね。ね、これ何与えたの？何を与えたの？超怖いんやけど、なんか骨埋まっとるよ。え、この子鎖ついてない？大丈夫？私おしゃれが大好き！ピチピチボディのキャンキャンよ。ああ、なんか可愛いアクセサリーが欲しいな。可愛いアクセサリー。リボンとかやね。なんでこの子だけ縛り付けられたんやろ。あれかな、ちょっと気性が荒いとかかな。ヤッホー、私元気だよ。あんたも元気でやっとるか？ヤッホーおばあさん。うん、元気そう。長生きするね、きっと。どうも。あ、ゆらゆらしよる、かわいい。うん。なんというか、電話してくれ。外からな。どうやら、ウルルじいさん、とても無口な人のようです。電話でだけ饒舌になるとかそういう感じ。ほら、やっぱり植物がでかい。てか、一つ一つの部屋の中がめっちゃ可愛いんやけど、ここには何？ぷくぷく？何さっきからマリオばっかりなん？ゼルダは？ねえ、なんか、正反対の二人が結婚したんやね。で、これやろ、多分。ほら、電話。これできっとウルリア爺さんとお話ができるはず。てかすごいね、電話のためだけの建物。ちゃ、ジーコ、ジーコ、ジーコ、プルルルプルルガチャ、ウルリア爺さんにしか繋がらんのかな、これ。ハロー、ウルリア爺さんじゃ。島のことならわしにお任せ。めっちゃ喋るやん。迷ったら私に電話してください。どうぞよろしく。ちなみに村には図書館がある。どうしていいかわからんときは、そこでいろいろ調べてみるとよかろう。では、ウルリラー、ガチャ。一方的に超喋った。そしてこの村の至るところによる、多分四つ子であろう、子たちが、ちょっとめたい発言をしていくわけですか？兄ちゃん、セーブしたいときはシステム画面にセーブだよ。プラスでアイテム画面を開いた後、R を押せばシステム画面だよ。でも、おいら子供だから、何のことやるさっぱりわかんないや。それさえ言っておけばいいと思ってるな。プラスで、R、システム。なるほど、ここからセーブロード。振り仮名？ああ、そういう設定もできるんや。なるほど。A のアクションっていうのが剣とかかな。ジャンプとかはできないの？なんかこの画面、あれやんな、64のやつもこんな感じの画面じゃなかった？え、入れんやん。ちょ、村のクレーン屋さん入れんやん。まあ入ったところでね、全然今私、ここはマリンとタリンのところか。お金がないんやけどさ、てか剣は、あ、流れ着いたところに行ったら剣ゲットできるんかな。ちょ、やめて。あ、ここ多分、上からコッコで降りてこれるんやね。そのまま飛び降りれるかな。あ、ボール遊びしよるかわいい。ハートがなくなりそうな時は、おっきな妖精のところに行くといいんだって。大妖精？でも、おいら子供だから、何のことやりさっぱりわかんないや。なんだなんだ君たち。あ、これ図書館やない？多分。この島の地図を見るときはね、マイナスを押すんだってさ。地図を見てるときは A で印をつけたり、X で思い出を振り返ったりできるんだって。あー、印つけるのいいね。
でもオイラ子供だから何のことやるさっぱりわかんないや。言うとは思ったよ。なんかこの夢を見る島、このゲームではそのストーリーの物語の目的地が表示されるらしくって、自分でメモしていくしかないよね。絶対私迷子になるやつやん。何このめっちゃ用意されてる感。村の図書館、秘密の本、この本読みたい読みたい。なんか一冊だけこれ見よがしに違う。おーっと、これは何、読めよ。この本は見通しレンズがなければ読めません。レンズの場所人助けするといいよ。何そのふわっとした、あれは上に置かれてあるやつ。え、何今の、何今の声、誰、リンクの声なの。これは本棚です。え、知ってるって。あ、そう、誰、誰なの、誰の発言なの。違うよね、この上にある本は読めないの。読めろよえ、な、押そうとしてる。お、すごい、なんか周りに、なんなんやろ。虫とか、魚の説明が載っとんかな。さあ、これ多分落とせるやつやない？あのリンゴ。ちょっと待って。一個だけ色が違うね。青リンゴや、青リンゴ。え、なんて、ちょっと見えない。テールのホラーな、トロンボ海岸。多分、まず行くのはトロンボ海岸。確かマリンがそっちの方向って寄ってけん。え？なんなんこれ、揺らせないの？どういうことよ。トレインやん。何、私があれですか、動物の森の脳をしているからですか。絶対こういうの落とせるべきやと思うよね。くっそ。くっそ。まあ、とりあえず、今回は村の探索をしましたということで、じゃ、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。多分この先行ったら、フィールド上に出るってことよね。ほい、それじゃあ今回も、最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、チャンネルと、ん？よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ん？ツイッターフォローお願いします。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。とりあえず四つ子ちゃんたちとも話したし、あとなんか可愛いアクセサリーと、ヨッシーのぬいぐるみ？でもヨッシーのぬいぐるみはまあクレーンのところにあるって言ってけん、要は剣がなければ始まらないわけだよ。きっと。ゲットしよう剣を。